昭和45年、津軽地方のリンゴ園では受粉作業の真っ最中。一本の木におよそ2000の花、その一つ一つに人の手で受粉を行いました。しかし田植え時期も重なり、農家は人手不足が大きな悩みでした。そこで活躍したのが地元の中学生たち。受粉作業が忙しい時期は学校が休みになることもありました。応援はこんな人たちも。自衛隊の皆さんです。はしごの上り下りも素早く、作業も丁寧で、農家は大助かりでした。昭和47年、この年津軽のリンゴ園で初めて黒星病が発生。リンゴのコレラとも呼ばれた黒星病は、形がいびつになり商品価値がなくなってしまいます。感染したリンゴの木は伐採するしかなかったのです。そして自衛隊によって火炎放射器で焼き払われました。感染拡大を防ぐため、当時最善と思われる対策でした。今年5月、ドローンを使ったリンゴ受粉の実証実験が行われました。人手不足解消の一つの手段として、来年の実用化を目指しています。人手不足っていう面もあって、便利なものはどんどん使っていくっていう方向にあります。笹谷さんは4代にわたってリンゴ作りを受け継いできました。変わらない部分としては気持ちじゃないですかね。一個一個に手間をかけて、最後には立派なリンゴに育ててやるという気持ちだけは変わらないと思います。今に限らず、冬の剪定から秋の収穫まで、とにかくリンゴのためには何が一番いいのかっていうのを考えながらやってます。自分で作った作品だと思っているので、作品が気に食わない秋にならないように。リンゴを思う気持ちは昔も今も変わりません。